はい、皆さんこんにちは、ウォンカです。今回はミドルポーションの出し方を、シェアしていこうかなと思います。はい、まあいろんな出し方がある中で一応僕が思いついた出し方になりますので、ちょっと真似していただいて、まあ、出るようになった方はラッキーだと思っていただければと思います。で、大前提としてまず裏声が普通に出る方、ふーふーはーはーふー、地声もはーあーはーへぇ、普通に、はぁ、はぁ、ふぅ、出る方。まあ、この出し方とかもね、一応挟んでいきますので、まあ、細かくやっていこうかなと思いますので、ぜひね、動画を楽しんでいただければと思います。この動画の注意点なんですけども、この動画を見ながらやってって、いや、やっぱできないなとか、最後まで見てね、やっぱできないなって思ったら、もうね、一回やめてください。今日はやめましょう。できなかったらやめましょう、一回。で、一日二日待ってからもう一回やりましょう。なんか、一日で全部クリアしようとしなくていいです。確かにこの動画は二十何分で完結されてるんですけども、一日で全部手に入れようとしないで、ゆっくり。一週間ずつでもいい。なんなら。この動画を見るのは、本当に。もう一週間まず最初の本見て、もう一週間でその次見て、もう一週間でもうその次見て、一ヶ月ぐらいかけてこの動画を自分に習得させるっていう考えでもいいぐらいゆっくりやってほしい、うん、っていう感じの注意事項をね、まあいろいろ注意事項あるんですけど、まあこんな感じで注意してください。無理はしないでください。では聞いてください。まずミドルボイスっていうのはもう高い声ですね。はー Hello from the other side。 高い声ですよね。高い声ってことはもう裏声でいいです、今回は。うん、まあ、よくね、地声を引っ張った感じだよとかね、いやいやいや裏声体感だよとかあるんですけども、裏声で OK です。裏声から作っていきます。ミドル 2C 超えたあたりからもう全部裏声、ふーふー、こんぐらいの裏声、はー、これにいろいろ足していくと、はー、まあ、ミドルボイスになるっていう感じなんですけども、今見てる方っていうのは裏声って聞いた瞬間、裏声に地声を足すとかね、裏声に閉鎖感をつける、あとは空気の圧力が必要だとか多分分かってると思うんですけども、問題なのはこの裏声の出し方と声帯の閉鎖の仕方と地声感の入れ方と空気の圧力のやり方なんですよ。このバランスがしっかりしてないからミドルボイスにならないってだけで、しっかりバランスを考えてやればほとんどの場合ミドルボイスになる可能性はかなり高いです。はい、ほとんどの場合です。ならない可能性もあります。で、説明していくんですけども、まず裏声の出し方なんですけども、これはもうため息をつくぐらいの優しい裏声で大丈夫です。よくね、はーはーとか吐こう吐こうっていうする力がすごい強い方がたくさんいらっしゃいますけども、吐かないです。空気なんてほぼほぼ喋ってるだけ。あー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 、そういえばさ、昨日さ、何やった何やったみたいな、昨日何食べたみたいな感じ。本当にもう喋るだけの、あー、これもすごい柔らかい感じ。あー、これがまずできてない。はーとか、はーなんだろうね、この口に力が入ってるというか腹筋に力が入ってるというか空気を出そうとするというか、なんかこう息が漏れたっていう裏声なのにもかかわらず息を吐いた声にしようとしてる。はぁ、これね、やってるとねマジで喉枯れます。普通に裏声だから枯れないとかじゃないです、枯れます。普通にどんどん詰まっていきます。はい、なのではぁ、もうなんだろう、もうね、呼吸するだけの時にたまたま声が漏れちゃっただけみたいな、はぁ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 って感じの裏声、はぁがまず出せるようにしてください。はい。なのでこれ裏声ね。で、今度この裏声にまず閉鎖感をつけていきます。ただ閉鎖するだけ。なので、はぁに、閉鎖をするんで空気の圧力も加わってきます。はい。なぜなら声帯を閉鎖するってことはここを閉じるんで、
まあ息止めた感覚とかでもいいんですけども、閉じるってことは吐こうとする息が閉じたことによって出れないですよね。空気が出れない出れないってなりますよね、吐こうとすればですけど、空気を吐こうとすれば声帯が閉じた時に閉じてんのと空気のこの圧迫が加わって、ここで圧力が加わるって感じなので、空気が漏れた時点で圧力はなくなります、はい、なので簡単な圧力を感じる方法としては息を止めるだけ、息を止めて空気を吐こうとする、はっはっ、よくありますよね、はっ、これは圧力かかってます、ここは圧迫感ありますよね、はっはっ、はい、なので少しこれを入れるだけ、はぁーに、はぁー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 、ここで初めて強く吐こうとして OK です、はぁー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 だったの、はぁー、腹筋とかも力入れていいです、別に、うん、閉じてください、はぁーはぁー、もうこの時点で、あーあーとかなっちゃう方は、もうちょっと声帯がもしかしたら疲労してたりとか、なんかあるかもしれないんで、今できないからといって諦めないで、1週間後、何もしないで1週間後とかやってみてください。ボイトレ、今やってるボイトレをすべてやめて、1週間経ってからもう一度やってみてください。小さい声から、はぁーって出して、ウォームアップをしてからね、概要欄のウォームアップをしてから、この動画を見てください。はい。で、もう一回やっていきます。腹筋とか力入れていいんで、はぁー、はぁー。そしたら、閉鎖した裏声になると思うんですよ。息止めた感じで、あー、あー、まぁ、こんな感じでもいいです。あー、あー、あー。はい。これだと空気が漏れすぎてますよね。あーって、これを抑える。あー、あー、あー。抑えるってことは、口の中が、はーって前に行ってたのを、あー、あー。後ろの方も使ってあげる。こっちの方ですね。はぁー。はぁー。ここで出てくるのが、まあ、あくびの音かなと思います。大体が。まあ、あくびをしちゃったらちょっとね、開きすぎなんですけども。あくび6割ぐらいのところ。で、止めて。はぁー。あくびしきっちゃうと、うーってなっちゃいますよね。これ、開けすぎ。6割ぐらい。ほら。はぁー、はぁー。そうすると息漏れる量も少なくなりますので、はぁー。息漏れてんだけど、閉鎖した裏声になりますね。はぁー、はぁー、はぁー。最初にやった裏声とは違いますよね。はぁー、はぁー。そしてちょっと強い裏声になりますよね。これでまず閉鎖感は OK。これで OK なんですよ。もうこれ以上閉鎖する必要ないです。はぁー、はぁー。で OK。はぁー、はぁー。あーあー、閉鎖してるんです。オッケーなんです。これで大丈夫です。漏れてるけど裏声チックだけど大丈夫。はい、次いきますね。で、裏声に地声感を入れていくってことなんですけども、これはもうね、エッジボイスが一番わかりやすいかなと思うんですけども、裏声出すんだけどエッジボイスするんですよ。今皆さんはって頑張ってやってますよね。なんか下の低い声を出そうとして空気も漏らさないようにってやってますけども。はぁ、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 ここを感じながら、はぁ、はぁ、を感じながら、はぁ、はぁ、どうなる声かわかんないですけども、見てる方が。こういう感じでやってみてください。はぁ、はぁ、そうすると変な裏声になると思います。はぁー、はぁー。この時、顎は下げてくださいね。こうやって、はぁー、はぁーってやろうとしても、じりじり感来ないんで。必ず、なんだろう、ちょっと口角を上げ、ちょっと笑顔になって、はぁー。感じたやつは分かりやすいかも。はぁー。この形ができないって方は、ちょっと、あれなんですけども、笑って、ちょっと引っ込める。後ろに。引っ込めるんだけど、開ける。引っ込めながら開ける。こんな感じの裏声でいいと思います。はい。で、それやっても別に喉痛くなったなとかないと思うんですよ。別に地声感と裏声を入れただけなんで、変な鳴り方だろうが別に痛みはない。
いけないのは、はーとか、息を漏らして声帯に空気が当たるからいけない。なるだけだったら大丈夫。ほとんど。よっぽど詰めてやんない限り、ギチギチに締めて、あーとかやんない限りは大丈夫。あー、あー。うん。慣れたら、口を戻して普通に、あー、あー。はい。あー。これは腹筋とか口の力入れてないですが、さっき裏声に閉鎖を加えるときはちょっと腹筋とか、あー、口のこのなんかところに力が入ってたと思います。はい。これは別ね。なので、裏声の閉鎖感と裏声の地声感は別に今作ったよね。そしたら、地声感と閉鎖感をつけていく、裏声に。で、どうなるかって言ったら、はー、はー、はーっていうのが閉鎖感ですよね。はー、はーってちょっと腹筋とか入れてるのが地声感だよね。はー、これを両方入れるから、はー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 とかこんな感じになると思います。はい。はーとか。これは空気漏れすぎですよね。うん。これだったらね。だからちょっと、さっきのあくびの音6割を作ってあげよう。はーはー、そうすると多分こういう裏声になると思うんですよね。はーはーはー。でもこれだと、これで歌ったら、You're everything! You're everything! みたいな。へー、これではミドルではない。ここで、最後に加えるのが空気の圧力。空気をいっぱい漏らしていいです、これで。漏らすんだけど、あくびのこの6割の喉はキープするんですよ。さっきまではあくびの6割までを作って、はーって漏れないようにしてましたよね。これを漏れないようにするんだけど、いっぱい強く吐くって感じ。だからより腹筋の力とか使ってもいいです。腹筋の力だけじゃないんですけども、まあ腹筋が一番わかりやすいかなって感じ。本当はなんかこう、肋骨の圧縮だったりとか使うんですけど、まあ腹筋にちょっとへっこますような力を加えてあげて、なのではーはー、地声でよくやってますよね。はー、めっちゃ高い声出すときにわーって大声出しますよね。これをさっきの状態で出すって感じ。はー、裏声がはーはー、何も力入ってない。はーはー、でこれに閉鎖感を加える。はーはー、で、地声感加える。はー、はー、で、はー、はー。閉鎖した裏声感と、地声感を足して閉鎖した裏声感っていうのは、ほとんど一緒の感じだと思いますけども、まあ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 、ちょっと分けてます。はい。で、はー、で、これに空気の圧力を加える。はー、はー、はー。なので、圧迫感がよりここ、ってくると思います。なので、ここをちょっと押しながら、溝落ちの部分をちょっとグーって押しながらやってみてください。で、跳ね返すように声出してみてください。はー、そうすると多分地声に変わると思うんですよね、勝手に。はー、これだったらミドルボイスですよね、もう。はー、はい。え、これミドルボイスなの？地声なの？って思いますけども、地声で出してるキーにしてみれば高いし、楽だと思う。っていう感じでミドルボイスを作っていくっていう感じなんですけども、ちょっとこれね、当てはまる人はね、本当に綺麗にね、声帯が鳴ってる方とかだったりとか、ボイストレーニングを結構しやってて、もう地声裏声とかもふーはー、この裏声でのこの進展運動ですね、伸び縮みができる方なので、ミックスボイス習得動画の1番がもうできる方とかじゃないとちょっと難しいかなと思います。1番2番とかできる方、はい。で、あとは、じゃあこれでどうやってキー高くするのってことなんですけども、今、はーから始めてますよね。これを、はー、はーから始めればいいだけ。はーに、はーって閉鎖感を作って、はー、地声感を、はー、はー、で、地声と閉鎖感を入れる。はー、はー、で、また空気の圧力をこう押しながら、はー、地声感になりましたね。はー、地声の方に聞こえますよね。裏声ではないですよね。はーじゃないですよね。はーでもないですよね。はー、そう。なので、しっかりここをね、押しながらやると結構やりやすいかなと思います。はい。姿勢なんですけども、
みぞおちがちょっと押しやすい形があるんですけども、お尻はちょっと後ろに突き出してください。で、ちょっと胸張れるんです。そしたらちょっと胸張って、で、ここを押してあげるというか、こういうね、こういう感じでやってみてください。逆にはぁーやりにくいと思うんです。こうやってちょっと反ってあげて、はぁー、あぶで、今の姿勢なんですけども、別に歌ってる時に必ずこの姿勢をしなさいとかじゃなくて、慣れたら、使い方を覚えたら、もう正座でもあぐらでも寝転がってでも、もう何でもできるようにした方がいいとは思いますが、やりやすいっていう話であって、はい、って感じです。で、裏声の閉鎖感だったりとか地声感を入れた時に、あの、なんか上に上がれないとか、はぁーとかだったら下が強すぎるので抜いてあげる。腹筋の力が強すぎるとか、多分空気の圧力、声帯閉鎖が強すぎるとかなんで、そしたらちょっと緩めてあげて、はぁーはぁー、もう少しだけ、はぁー、出だしの音がはぁーはぁーってやってたんだけど、この出だしの音をはぁーはぁーに変えてあげる。はぁー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 って感じになりますので、まあやってみてください。もう一度おさらいすると、裏声の出し方と声帯の閉鎖の仕方と地声感の入れ方と空気の圧力のやり方、この4つがかなりポイントになりますってことです。はい。で、補足として、顎は必ず下げる。もう顎関節症なんで、まあちょっと下げにくいんですけども、下げてみてください。やりやすいと思います。と、姿勢はちょっとお尻を突き出す感じ、後ろに、で、胸ちょっと張れるんで、そしたら溝落ちが押しやすいかなと。こう跳ね返しながら、はぁーはぁー、裏声出す感覚で大丈夫です。はぁーで大丈夫です。僕ははぁーって出してる感覚に閉鎖と地声感と圧力を加えてるだけ。はぁーはぁー、地声感に変わってますよね。はぁー、地声の方に聞こえてますよね。大丈夫ですよね。確認ですけども。はい。これが、いろいろ母音とか子音とか変わってめちゃめちゃめんどくさいよねっていう話。ひーふーへーほーあー。で、今の強いミドルボイスだけじゃなくて、これをもっと濃密にしていく。今、はーわーって出してますよね。じゃなくて、あーあーいーうーそうすると声の成分がすごく増えて、マイク乗りもめちゃめちゃいいしとか。ということで、今回の動画はね、以上になるんですけども、まあ参考になっていただけたらもういいかなと思います。100人中ね、1人か2人がミドルボイス出るようになってくれたら本当に嬉しい。今ね、もう必死にね、はぁ、幸せとはってやってる人が、幸せとは星が降る夜と、みたいな、もうこっちの、とわーってなんない方になってほしい。とわー星が降る夜と眩しい朝がになってほしいよね。こっちの発声の方が絶対に楽。以上になります。チャンネル登録はぜひ、絶対に、本当にモチベーションがめちゃめちゃ高くなる。チャンネル登録されると、毎日ね、何人増えたかな、何人減ったかなっていうのを見るのがね、本当に楽しみでね、本当に。これしか楽しみないんじゃないかなっていうぐらいね、本当に楽しみで。はい、ぜひお願いします。ということで、失礼します。最後になんですけども、もうね、この動画を見ても基本的には失敗すると思います。おそらく失敗する。はい。で、失敗する理由として一つだけお話を、すごく大事なお話するんですけども、裏声で出したいわけじゃないですか。はぁーですよね。でも地声感が欲しいわけじゃないですか。はぁーですよね。閉鎖したいですよね。空気の圧力も加えたいですよね。はい、閉じますよね。まず閉じた時点で裏声って出せないんですよ。まずね、閉じた時点でね。だって裏声って、はぁーじゃないですか。はぁー抜けた感じ、ふぅー、ふぅー、ほぅーですよね。これを閉じるんだから出しにくくなりますよね、裏声が。はぁー、はぁー。さらに地声感を入れる。地声感っていうのは、基本的にネットで言われてるのは下の筋肉ですよね。あー、低い成分ですね。だからまた引っ張られますよね、裏声が。さらに空気の圧力を加えますよね。ってことは、より声帯を閉鎖しますよね。ってことは、より裏声が出しにくくなる。
つまりどういうことかっていうと、裏声で出したいんだけど、ミドルボイスっていうのは裏声の状態を維持できない筋肉をいっぱい使うからめちゃめちゃ邪魔してくるわけよ。なので裏声の出し方がスムーズに綺麗に上に行けるように練習するっていうのもすごくあり、この持ち上げ方ができないと、スムーズね、裏声の純粋な感じのね、裏声ができないと、要は地声感やら閉鎖感やら空気の圧力がかかった瞬間にこの3つの要素が一気にガクンと落としてくるから、はぁーはぁー、すぐ高い声にはならない、邪魔してくる、はぁーあーっていう風にすごい高いとこでも地声感というのが持たすことができない、引っ張られちゃう。そう、なので裏声を鍛える、引っ張る引っ張るっていう力が弱いと全部下に持ってかれちゃうっていうことだけはちょっと頭に入れといて、この動画を特訓してみてください。できなかったらもう裏声をこうね、スムーズにこう、はぁこうやって出せる、いつでもこうピッチ変動裏声でできるようにしてからチャレンジしてみるといいかもしれないですっていうワンポイントアドバイスでした。さよなら。